はい、今日もね、森友問題についてちょっとね、お話しさせていただきます。これもちょっと前の記事なんですよ。2020年の3月28日です。あらゆる記事を見るときに日付ってものすごく大事なんで、日付をね、意識してくださいね。先日、丸山穂高議員が税金でキャバクラ来てますイエーイみたいなのを出してましたけども、あの記事って2019年の11月の記事なんですよね。それをあたかも今この瞬間4月の中盤から下旬にかけてそれをやってるかのように、記事をね再掲載するっていう、そういうせこいねメディアもありますから、日付の方よく気をつけてくださいという意味で、私も過去の記事を扱う場合はこういうふうにね、過去の記事なんですけども3月28日ですっていうふうに漏れなくお話しするようにします。ですんでこの記事自体はもうね読まれた方がいると思いますけども、それにしてもね、今日のタイトル、森友学園事件で首相には忖度させた責任があるということですよね。確かにね、忖度って刑法でも民法でもなんかね裁かれるものって多分ないと思うんですよね。だってどう受け取るかは周りの人次第じゃないですか。でも明らかに立場がある人が発言したことっていうのは、そういうふうに思わなければならない、そう解釈しなければならないっていうふうな圧力が関わるんですよ。そのなんていうんですかね、同調圧力っていうのが日本にはありますけども、それを前提にして私たち生きてるんですよね。例えばね、家のお父さんがいまして、お父さんがね、お前門限は10時だって言うとするじゃないですか。確かにそれには何の拘束力もないんですよ。法的な拘束力とかね。ないんですけども、やっぱりそう、10時に帰ってこなくちゃいけないっていうふうに、家の人が思ったら、お子さんとか思ったらね、10時までには帰るように、やっぱりちょっとは気にするわけですよ。で、破ったところで、それは法的に裁かれるものではないんですよ。明言した、そういうふうな、憲法もね、ないですし、条例もないですよ。条例もないんですけども、やっぱり立場がある人が言えば、発言力のある人とかね、なんかその権限を持った人、もしくは権限を持ってるだろうというふうな人が言えば、それなりに対応せざるを得ないわけなんですよね。で、私が最近思うのは、その総理がね、自粛だといえば、そして自粛を要請するといえば、各地方自治体っていうのはそれに倣って独自の判断というふうにはなるんですけども、やっぱりね、県とか市区町村には自粛をお願いするしかなくなるわけですよ。いやいや、うちの都道府県は自粛しませんよってもうはっきりと言える人って少ないんですよね。ほとんどないんじゃないですかね。やっぱそれも忖度であり、総理が言ったんだったらしょうがないなっていうふうな流れなんですよ。だって仮にですよ、やっぱりこう、質実剛健な知事さんがいらっしゃって、いや、なんか首相の考え方間違えてると思うんで、うちの県はもう全然そういうのなしで行きましょうって言ったら、今度はね、県民とか市民が、うちの知事何考えてんだって話になるわけですよ。で、結局自分で決めたようであって、誰かに忖度して、誰かにもうね、気にしてですね、誰かの圧力を気にして、本意ではないような発言をする。それが右へ習いの、体質だと思うんですよね。で、今回はね、森友事件に関して、これね、私の妻や私自身が関わっていたら、総理や議員を辞めるっていうわけじゃないですか。そしたら、自分の行動とか自分の発言が総理を辞めさせたっていうことになると、まずいわけですよ。官僚の皆さんとか他のね大臣の皆さん。だから総理が言ったっていうことだったらそうしようかなとか、最終的には総理が言ったんで私はそうしましたって責任逃れができるんで、結局は改ざんをしても総理の忖度によって起きたことだよっていうふうなね言い逃れができちゃうんですよね。ですんで結局自分が自発的にやりましたっていう人は一人も存在しないまんま総理の考えた方向に向かう。これが忖度のなせる技ですよね。だからね、はっきり言って誰にも責任がないんですよ。だってベクトルがそっちに向いて、それをおもんぱかってね、そちらの方向に自分も向けないとなっていうところなんですよ。とこれがね、その連帯責任の無責任さなんですよね。その中で正確に事実を見抜いて、いや、これは確かに総理はそう言ったけども、真実をね書いて、その結果総理が自分の言った通りに退陣させられるとかね、辞任するようになったら、それはそれで一つの判断なんじゃないかなっていうふうに考えて、少なくとも自分は官僚として、もしくはね、公務員として自分の職責を全うするために、曲げられないものがあるというふうにね、矜持に気づいた方、これ赤木俊夫さんなんですけども、赤木さんは、とてもね、自分のしっかりと冷たい責任に対して、忖度ですとか同調圧力に本当にね、悩んで悩み抜いて、で結局そうは言っても抵抗むなしく改ざんに手を染める羽目になっちゃったわけなんですよね。でそこでもうね本当に苦しいんだと思うんですよ。まさにね、そういうふうな人の気持ちが分かる人だったら、これこのタイトルに対してね、
何を考えればならないかって分かると思うんですけども、でもね、人の気持ちが分かるとかね、感情っていうのは残念ながら法律には全然ね解釈されないんですよね。でそういうふうな、なんかこう怖さがありますよね。あいつは悪い人だから罪にしろっていうことはできないですし、忖度したから忖度罪っていうのもないですからね。だからこれをね上手に使うわけですよ。それがあの森友事件の真髄ではあると思いますし、周りに忖度させた責任って書いてますよね。私ね、こうやって記事を紹介するって言って全然記事を読んでなくてすいません。あの別の時間で読んでますんでね。ただね、こうやってねタイトルとか見出しを読むといろんな考えがね、今世の中の不条理とかが起きてきて、もうムカムカっときちゃうんですよね。んで特にね、今あのコロナ騒ぎで、まあね、自粛を要請とかいいじゃないですか。そしたらなんか営業してるパチンコ屋を晒すみたいなことするなんか知事がいるわけでしょ。あんなことして何なんで、恥ずかしくないのかなと思っちゃいますよね。でもこれも多分その知事がね自分で考えてたよりも、多分こうしたら多くの市民が府民が同調するだろうっていうところをやっぱり忖度した結果だと思うんですよ。今この時期にパチンコ屋がやってるのはおかしいみたいな声がね、あって、でパチンコ屋はいくら吊るし上げても別にいいんだっていうふうに多くの方が思ってるだろうし、俺もそれに同調しようかな、人気を取ろうかなってことで、あんなことやったんじゃないかなと私は思うんですよ。だってね、その、鳥取県知事なんて、全然目立たないんですけども、ベストの対策を打ってるわけですよ。で、そういうことを想定して、日々の業務をやってきたわけなんですよね。ですから、こういうことが起きても、しっかりと対応してくださって評価は高いんですよ。でも、メディアとかに全然出てこないですよ。タレントさんじゃないんで。でもね、断るごとにテレビに取り上げられるような発信をしたりとか、それを地元の記者とかが取り上げたりとかね。で、さらにそれを、これをなんか全国的に、お手本だというふうにさせようと思って、ベクトルを働かしてね、これも、まさに忖度ですよ。マスコミが取り上げていってしまうっていうのも、なんかみんなでね、なんかこう気持ち悪い方向に向かってんじゃないかなと思うんですよ。東京都知事とか、それから大阪の府知事とか、で、あと北海道でしょ？で、目立つのって大体このぐらいじゃないですか。でも、きちんと、拡散を抑えて、新しい感染者が出ないようにしてる都道府県が大半ですよ。で、そういうところは全く取り上げられないんですよね。で、なぜかね、感染者が増えて、その対策に右往左往してる、東京とか大阪とかはなんか話題になるんですよね。いや、そんなところよりもね、やっぱりそこも大事なんですけども、感染者を全然広げてない、対策をパーフェクトにしてる都道府県とか、注目しないんですかね。まあ、たまに岩手が取り上げられますけども、秋田どうですか、秋田。ね、秋田どうなんですかね。あとね、佐賀県とかね、まあ、ちょっと思いつかないですけど、他にも。でもやっぱり、感染者が出てはいるんだけども、それ以外にね、もうクラスターも起きてないし、きちんと封じ込めて、広がっていないよ、対策打ってるよっていうところは、なんかね、全然メディアに上がってこないんですよ。確かに地味なんで、多くの方は興味ないと思いますよね。やっぱ多くの方が興味があるのは、今日も何人死んだ、感染者が増えた、クラスターだ、は、もう爆発的に増えてるぞ、みたいなね、こういう刺激的な言葉が好きなんですよ。で、恐怖を煽るマスコミを見ちゃうんですよね。見た上で自分も恐怖心にさらされて、もっと怖いからもっと見たくなるんですよ。そのリピートが起きてるんですよね。で、はっきり言ってこんなね、あの、なんですかね、ちょっと話題ずれましたけども、あの、コロナウイルスなんて放置して OK なんですよ、もう。誰が見てもそうでしょ、数字見れば。ね。いや、数字を見てこれがね、重大問題だと、世界中の経済を止めて当たり前なんだって考える人がいるとしたら、これはね、なんか、もう、信じるのはもう、あなた次第としか言いようがないですね。なんかね、その、確かに感染してお亡くなりになるリスクっていうのは無視できないですよ。それに関しましたね。でもそれを言ったら、すべての行動ができないってことになっちゃいますよ。だって、このコロナよりももっと感染力が高くて致死率の高いものを我々は放置してるわけじゃないですか。少なくとも経済止めてまで本気で何とかしようなんて思ってないんですよね。だからね、なんかね、そういうふうにゼロリスクはないんですよ。やっぱりね、何をするにしても何を放置するにしても一定数の人がお亡くなりになる、もしくは症状が重くなるってことはやっぱり容認しながら、でも大多数の人をどうやって生かすかなってことも考えないといけないと思うんですよね。まあでもね、森友問題とは全然関係ないことになっちゃいましたけども、森友問題ももしかしたらね、一部の人をまあこうやってね殺して口封じをして、全体をうまくまとめて、ああよかったねっていう風になってしまうところもあるのかなと思うと、なんかね、私も今日何を話してるのか分かんなくなりましたけども、とにかくね、怖いことが起きてるなっていうこと、その一言で共通するんじゃないかなと思います。すいません、今回はこんなことで。では失礼します。